を切るだけで運気上昇、2023年11月の三発開運法。はい、開運法シリーズの中で、はい、髪を切ると、うん、もちろん実用的に伸びてきたからそろそろ切ろうかなっていうのはいつ言っていただいても何も問題ないんだけど、はい、開運法としてご紹介しますので、髪を切るという所定の目的以外にこの日に行くと開運できるよっていう日が、あるからそれをご紹介しようということでございます。はい、お願いします。で11月は4回ほどチャンスがありまして、一番早いのが明日11月1日でございます。なるほど。まず1日、水曜日、そしてその次は14日の、火曜日となります。で、その次が27の月曜日、でラストが、30日の木曜日と、この4日間が11月の中で特に、散髪に行くのに良い日というふうになっております。はい、今日10月今日で終わりなんですよ、ね、31ですよ31ですよ、みんなね、渋谷行くなよ行くのはいいんだけど、あの普通に買い物行くのはいいんだけど、あのハロウィンで行くなよって、ね、区長がね、区長があの来るなと言ってますんで、本当にあんな珍しいですよね、だいぶ早めにかなり言ってましたし、はい、あとあのやっぱり今世界的に渋谷ハロウィンとか有名になってるらしくって、その英語パンフレットで、渋谷はその仮装のための会場ではないからとかってなんか注意書きがあって、そう来るなと、ね、例えばそのね、ちゃんと交通整理してやってるならいいです、そういうわけじゃないですからね。まああのね、あのなんだっけ、DJ ポリスでしたっけ、はいはい、あの一生懸命やってくれてるけど、はい、やっぱりあれだけいるとね、危ないですからね、目が行き届かないのももちろんありますし、悪い、ね、習慣になってもいけませんの で、 そうです、ね、どっかでちゃんときっちりしないとっていう、そうですそうです、あのどっかあの、ね、専用会場作ればいいんだよね。そうですそうです、なんかどっか貸し切ってね、オリンピック競技場の跡地とかどうなんですかね、どうせ広々空いてんじゃねえのか な、 なんかそこにわざわざ集まるのも違うでしょうねきっと、なんかあそこの中だったら何やってもいいよみたいな感じ の、 あの違い保険作っちゃえばね、え他は安全じゃないのかなとか勝手に考えてますけども、作ったとて渋谷に集まりそうですねそうだよね、まあ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 、とりあえずあの節度あるハロウィンというところでですね、そうですね、楽しみましょう。はい、髪から全然話題が外れましたが、ね、明日髪切りに行ってください。はい、はい、皆さんチェックしてみてください。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。